はい、今日はパスタ作ります。ペペロンチーノ風バジルトマトソースパスタとりあえずオリーブオイルじゃない、これ基本でね。オリーブオイル適当に大さじ1ぐらいかな、これ大さじ1ぐらい、はい、ニンニク入れます。焦がさないでゆっくり、油がまだ温まってないから、ね、ニンニクは一かけだね、ニンニク刻んで、焦がさないように、ここで焦がして2号になるよ。焦がさぬようにねえねえ、焦がさぬようにで、鷹の爪ちゃんひとつまみ、映った映ったね、バラバラっとね、バラバラっと焦がさぬように、おいしく作る。久しぶりだねこれパスタがね。こっち太さすよ、どうしよう、じゃあしめじとね、あろうした。しめじと、うん、ハムステーキ、家に残っとった冷蔵庫にあったハムだね、ハム入れよう、入れます。塩は、小さじ1じゃねえ、バジルトマトソースが入るけ、あんまり塩入れすぎたら、ペペロンチーノオリンジだったら小さじ1半ぐらいでいいんだけど、フライパンでやるじゃないのかね、なんでメイクとか入れたら、いい香り、焦がさんよね、
ちょっと中火にして乳化した汁入れようかな。アンチョビ入れたらうまいんじゃないこれね。アンチョビ入れたら、アンチョビないけど。アンチョビないけどね。できるよなこれ。長いね、3分が。マミーの早茹で用のパスタだね、これ。リラッチだから、僕はリラッチだから。はい、ピピピッとなりましたね。はい、パスタがありましたよ。最後これですね、肝は。これスーパーどこでも売ってますよ。これがうまい。これがパックも入っててプチッとえらいだけ。もうあとは絡めて出来上がり。絡んだら出来上がり。これまたサムネ用で撮らないと。サムネ用で。サムネ用。よっしゃ。これで。一旦切ろう。映画ならんね。まあお腹入るですよ。うまいいうことで。はい。パセリ振って出来上がりじゃね。よし、パチリ取ろうかこれで。パッチリ。はい、完成です。オッケーみたいな。もう一枚撮っとこう。